こんにちは。パンと器の店パオパオです。今日のパンのご紹介は、レーズンカンパーニュです。レーズンカンパーニュ、パカ。以前パン瓶のご紹介を YouTube で撮った時に、液種と、ルバン種っていう風なお話をして、ルバン種ってどういうものかっていうのをうまく説明できずに、今度お見せしますねって言ったので、今日はそのうちで作っているルバン種をお見せします。パン。こちらがうちで作っていますルバン種です。レーズンを水に浸してから何度か水とレーズン液と粉を継ぎ足し継ぎ足し、4日間で作り上げて、で1日2日ちょっと寝かせてから使用しています。今日はレーズンカンパーニュの生地でレーズンベーグルとレーズンカンパーニュを焼いてみました。とても噛み応えがあって、田舎パンのちょっとこうふわっとした感じと、またちょっと違います。ぜひ一度試してもらいたいパンの一つです。ではまた。